皆さんこんにちは。今日は久しぶりに帰省をして外食しまくった5日間の動画となっております。それでは1日目からスタート。この日は休日だったので真っ昼真っ赤ら飲みに行ってきました。隣町の大衆居酒屋なんですけど、ずっと気になってたんですよね。外観もさることながら、この内観どうです？赤枠のメニューが壁一面ぎっしりで、ザ・大衆居酒屋って感じがたまらん。一杯目は瓶ビールをいただきます。それでは乾杯。服装見てもらったらわかると思うんですけど、この日はマジで真夏並みの暑さだったので、ビールがこれまた進む。そして見てください、後ろに見えますのは一品料理がずらーっと並んだショーケース。これセルフで撮っていいみたいです。そしてそして記念すべき一品目はおでん。この店はおでんが有名とのことだったので、迷わず注文しました。味噌だれってのがまたいいですよね。まずは大根からいただきます。出汁が旬だ大根、美味しくないわけがない。その他にはこんにゃく、豆腐、筋を頼んだんですけど、どれも絶品。あ、これですね。こちら見るからにプリプリの筋をいただいております。これもコラーゲンの塊としか言いようがない。そんなこんなであっという間に1本目終了でございます。そして2品目はお店の名前がついた自由軒カツ。そんなの頼まないわけにはいかないでしょう。これね、何のカツかわかんないまま頼んでみたんですけど、なんとエビでした。エビの串カツ。勝手に肉だと思ってたんで、口入れた瞬間びっくりとか言ってる間に2杯目のハイボールも飲み干しちゃってます。そしてそして3杯目、旦那の鍋は生ビール、そして私大石は変わらずハイボールを注文しました。美味しい料理にお酒が止まらない止まらない。あ、そして今さっき言ってた後ろのショーケースから何やら取り出したのは、なんだこれ。正解はタコキムチですね。私たちちゃんじゃとかタコワサとか大好きなので、こういうチビチビ食べる系一品あると嬉しいんですよね。味濃くてめちゃめちゃお酒進みました。というかお酒進みすぎて3杯目も秒でなくなってしまいました。そして4杯目も変わらず生ビールとハイボール。同じ動画ループしてるみたいに見えるんですけど、ちゃんと4杯目です。お次に頼んだのはレバテキ。あんまり見たことないメニューなので、そそられて頼んでみました。そうしてみてください、この綺麗なだし巻き卵。これが家じゃ作れないお店のだし巻き卵ってやつです。こんな綺麗な黄色どうやって出すんって感じなんですけど、割と甘めの味付けで優しい優しいお味でした。だし巻き卵といったら大根おろしですからね、しっかり味チェンもしながらいただきます。昼から4杯も飲んでしっかりと酔っ払い、あっという間に4杯目もなくなりました。とどまることを知らない我らはしれっと5杯目のハイボールを注文。というか壁に飾られてるサインの中に酒場放浪記でおなじみの吉田類さんのサインを発見しました。親がめちゃくちゃファンで好きで、実家でずっと酒場放浪記流れてたんですよね。酒場放浪記で紹介される居酒屋に悪いとこなんかないですからね。なんて言ってるうちに5杯目も会員。料理もさることながらお店の雰囲気に酔いしれました。やってきました2日目。近所で灯籠祭りっていうのがやってたので、ちょっくら見に行ってきたんですけど、道にずらっと並べられた灯籠めっちゃ綺麗でした。灯籠に癒された後はもちろん生ビール。それでは乾杯。この日は家族で近所の串カツ屋さんにやってきました。ここのお店で大好きなのが鳥貝の串カツ。鳥貝の串カツって他のお店では見たことないんですけど、歯ごたえ抜群で塩でもタレでも最高に美味しいです。
串カツの油をビールで流し込む。さすがに口の中が幸せすぎます。そして2杯目は安定のハイボール。1杯目生ビールからの2杯目ハイボールっていうのが我々のいつものパターンです。そしてこんな大きいアナゴの串カツなんかも食べちゃったりして、まあ安定に飲みすぎた夜でした。最高です。はい、3日目ですね。外食が続いたのでこの日はお家で焼肉。ハラミやらタンやらお肉がずらーっと並んでおります。お母さんが焼いてくれたお肉をひたすら食べる、そして飲む。毎日料理しなくてもいいなんて、そんな幸せなことありますか。実家は天国です、本当に。できることなら一生実家で暮らしてたいという26歳主婦の心の声でした。この日は結局ハイボール6、7缶飲んだ気しますね。はい、4日目、またまた外食です。普段はこんな外食なんかしないんですけど、今回はたまたま外食続き、近所の鉄板焼き屋さんにやってきました。牛肉のたたきにチヂミになんかよくわからんやつ、とにかくお酒が進みます。これは、ハツとニンニクの目の鉄板焼きですね。塩も捨てがたかったんですけど、パンチが欲しかったのでタレにしてみました。そんでこれは妹がネイル自慢してきてますね。テーマはギャルらしいんですけど、この日10回ぐらい見せてきました。これは千枚の鉄板焼きかな。多分これもう6、7杯とか飲んでるんで若干記憶が曖昧なんですけど、おそらく美味しかったと思われます。適当ですいません。この日も安定に飲みすぎました。やってきました5日目は親戚で集まってご飯を食べに来ております。普段は行かないようなちょっと贅沢な居酒屋さん、見たことないぐらい大きい船盛りにテンション爆上がりでございます。親戚一同酒飲みなので、この日も言わずもがな飲み明かしました。という感じで今回は帰省した5日間の食事をお届けしました。外食続きで2キロ以上太ったので、今日からは、もやし生活でゆるくダイエットしていきたいと思います。それでは、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。